テロップ。やばい、入らん。3つどうにかこうにか入れました。詰め込みテロップ、すごいなんか愉快じゃない？テロップじゃないや、なんかギフトがカップみたいなやつがある。おかゆさんありがとう。おかゆマー君ありがとう。なんか愉快な猫。遠隔さんありがとう。うん、うん、皆さんこんばんは。カラコンかわいい。久々にカラコンつけて配信するかも。最近もう配信の時は外しとることが多かったっけ。久々にカラコンつけとる配信では。今日の T シャツはチュチュチュルチュチュチュルチュ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 、あ、なんでしょうな、質問にしよう。なんでしょう、今日の T シャツはなんでしょう。タララ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 幅広すぎるよね今日の T シャツはチャチャチャラチャチャチャラチャ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 ララチャチャララチャララ。ドラさん、気兼ねなく着れていいんですよね。ゆきひろさんありがとう。広ーい。かっくんありがとう。恋してカープさんありがとう。風神雷神さんありがとう。雷バジムジムさんありがとう。岡山オレンジさんありがとう。トメイト、ドーグラスさんありがとう。ドド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 ド、西尾さん、お、西尾さん4個ありがとう。来た南あ、どっちだっけ、バカすぎるあ、西や、こっちが東西ん、東西南北ん、あ、違う、東、あ、もういい西尾さんこっち、西尾さん4冊
いえ、すんごい顔するやないかい。西尾さん4冊ありがとうございます。キラキラ4冊ありがとう。 Thank you, thank you。 とゆきおさんありがとう。こんな顔文字。ダダダダムダワさんありがとう。伸ばし棒。ナリさんありがとう。なカタカナのな。ナルさんさんありがとう。すごいルンルン猫ちゃんアバタ。ジェイさんありがとう。クリームソーダと、たくやさんありがとう。ティーみさとさんありがとう。ビみさとのみの感じ毎回戻す。読み忘れ、読めてないのはないか。なさそう。クリームソーダ先にアイス食べちゃう。え、食べます。溶けてほしくないけん食べますね。めっちゃ最近飲みましたクリームソーダ。あのまえちゃんと焼肉行った日に、あれチリパの収録終わりに行ったんですけど、焼肉屋さん、もともと行きたかった焼肉屋さんがあって、そのお店がなんかオープンが30分後とかだったけ、一回カフェに入ってそこでクリームソーダ飲めました。クリームソーダとシャンデリア溶けるまたたまたなりしおりんさんありがとう。ラーメン。ちほダムさんありがとう。ダム水バー。よしふみさんありがとう。よし。おじゃまるさんありがとう。おじゃまる様おじゃる丸風あ、電ボ電ボ風おじゃまる様。 K セッティンさんありがとう。何このアバター。あ、なんか剣持ってる。アップルパインさんありがとう。リンゴヘア。え、最近リンゴヘアしてないな。この長さのリンゴヘア絶対可愛いと思う。チャートリでしようかな。ゆきなりさんありがとう。なりあ、のりの色とぴったり。のり最近石田のりブームですよ。のりいっぱい食べてる。ゆずりんさんありがとう。なにこのかわいいアバター。手広げて、真顔か。ありがとう。りょうさんありがとう。なんかリボンついてる。みんなたくさんありがとうございます。そう、あの特典がね変わって、昨日から変わったんですけど、昨日配信してないっけ。今日実質初の
この特典のお披露目ゲットできる日なので、皆さんぜひゲットしてほしいです。今回の特典はなんと、ワンちゃんとワンちゃんとの特典です。嬉しい、めっちゃ可愛い。ユリアピースさんありがとう。ピース、うさぎピース。バリーさんありがとう。横顔のアバター皆様たくさんありがとうございます。この地方コンも来てください。そしてヤングチャンピオンさんも見てくださいお願いします。そう、ぜひともねゲットしてください。タラララタタタタタラララタラタタタタラタ、これトワイスさんの最近ハマってる歌。よっちさんありがとう。ちっちゃいつ、カタカナちっちゃいつ、ありがとう。今日はどんな一日でした？今日は空き時間てんこ盛り空き時間てんこ盛りな一日でしたね。円楽さんありがとう。松の木バシャイのアバター、今日空き時間5時間ぐらいあって、ひょえーって感じじゃないですか。だけご飯食べてちょっとブラブラして、でカラオケ行って、今日はボイトレも行きました。そしたら意外とあっという間に過ぎましたね。そう、ジトクさんありがとう。あ、鍋、あの鍋作る時の野菜切る時ありがとう。ビビアさんありがとう。なんだこの、あ、ワンちゃんが、ワンちゃんとリンゴのゴリラのアバター、ありがとう。マヤトロさんありがとう。そう、ノーマル、ノーマルアバ、雄大さんありがとう。あ、ワンちゃんぴったりこのあれに、てか私が書いたさ、あの落書きのワンちゃんの書き方となんか似とる、もこもこ、しんやさんありがとう。すごい目キルキル猫、ありがとう。よきよき、皆さんありがとうございます。そう、鳴き声うまいんですよ。なんかさ、ワンちゃんの歌ってないっけ？いや絶対あるよね。あ、さ、歌いたいけどさ、サビしかわからんとかないよね多分、ワンちゃんの歌ってなると。
犬のおまわりさん的な、いやいや犬のおまわりさん、いや間違ってないけどできればカラオケで歌っても怒られないやつちょっとだけカラオケしよう。あ、福ちゃん丸さんありがとう。なんかそうこうなっとるウサギの耳のアバター。ぼやっきーさんありがとう。アバター。こしちゃんさん何か撮ってるかな、このダンボールの真似してる。たか。コウジさんありがとう。なにこれ。パン。ありがとうございます。よしよしよし。カラオケ。なんか猫の歌はいっぱい思い浮かぶんですけどね。いやこれちょっと微妙いんですけど、一旦これを、さてまず見ものなのは今回は歌詞がちゃんと出てきてくれるのでしょうか。石立保証ルーム、あ出てきたあもう来るかも。リバーでした。これはうる覚えというかあんまり聞いたことないですね。この曲やったこともないし、意外と ワンちゃんの歌全然思い浮かばない。ワンちゃん縛りやめた方がいいな、うん、写真集春風さんありがとう。桜かしゆうじさんありがとう。汗汗アバター、なんかぴょん汗汗。ナルドさんありがとう。ツンツン頭ありがとう。
しようかな。チャ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 ロチャロ、チャ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 ロチャチャロチャチャロ。動物つながりということで、あのね、昨日映画じゃない、映画なのかな、でも100分ぐらいの、1時間半ぐらいの短い、でもあれ映画なんかな、見たんですけど、動物の、そこになんかペンギンのいい人がいたのでこの曲を歌いたいと思います。そんな上司が私は欲しいです。後で話しますね。デパートほんまに昨日見た何回ね、あ、携帯あるわ、ここに。ネットフリで見たんですけど、なんかツイッターでバズっとって、なんか幸せの気持ちになるから見た方がいいみたいな、バズっとって見たんですけど、これ北極百貨店のコンシェルジュさん、北極百貨店のコンシェルジュさんっていう、あ、1時間9分しかないじゃん。これ見たんですよ、お風呂で。で、ここにペンギンの上司がいるんですけど、コンシェルジュさんは人間なんやけど、なんかそれ以外は動物、お客さんとか、ペンギンの上司もペンギンそう、アニメでも、なんかすごい、なんか気持ちが怖いとかヒヤヒヤとかなんもなく、ただなんか淡々と、あ、いいな、こりゃってなるやつです。そこに立って恋を手にするのは一生だけ、センターを目指すんだ。そう、なんかすごい幸せ、幸せな感じだったのでおすすめです。しゅんじさん、ありがとう。およよさん、ありがとう。なんかハート2つ持ってる。
ありがとう。そう、ほのぼの、なんかちょっとだけ迷惑客みたいな人も来るけど、でもそう素敵なお話でした。ぜひ何言うたかな、あれ歌おう、あるかな、あれ、あれあった、久々に歌うわ。あー、の海は静かすぎるね、寄せる波が耳にささやくよ、今日は一人で来たの、過ぎた季節が砂に埋もれて、片方だけのビーチサンダルが大伏せ場のあの人と出会ったこの渚、いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね、夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように、見つめ合ってごく自然に、唇から唇へと愛が伝わった、夏のキスはずっと残る、鏡のその中に映ってる、今も胸がキュンとするよ、心のこの足跡後悔していないわ。これさ、夏の歌って感じやけどさ、最初の曲始めがさ、真冬の海はみたいな言っとるけんさ、どっちでもなんとかなるいい曲ですよねなんかさ、夏曲名曲めっちゃ多いけどさ、なんか夏しかできないみたいな、まあ、そんなことないけど、夏がしっくりくるじゃないですか、圧倒的に。でもこの曲は良いですな。修二さんありがとう、カブトみたいな。夏の恋は続かないって、いつか先輩から聞かされた、小麦色の跡を残す忘れられない恋のかけら、切なく数えた。夏の恋は続かないって否定していたけど、本当ねこの海にはもう来ないわ、あの人がいないなら日に焼けることもない。まあでも夏ですねこの歌、割と真冬と言いつつ、ここのダンスパートみたいな長いよね。まるふくまつきさんありがとう。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように、見つめ合ってごく自然に、唇から唇へと
の愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡のその中にうつぶてる。今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡後悔していないわ。皆さん、今は何月ですか？そう、今は10月。10月といえば、このイベントは欠かせませんよね。ああ、もうマンハーフに慣れとるけさ、不思議。扉開けたらまるでタイムマシン、巻き戻された夢のディスコティ、怪しげなパーティー、踊り明かす愛のモンスター。ミラーボールが回るダンスフロア、仮想行列、誰かのトリックアトリート。僕は「どうすればいいの？」「ハロウィンナイミンナイブキナイ」「カボチャが誘ってる」「さあ手を叩け腰を触れ」「今夜は誰もバカになれ」「ハロウィンナイさあ踊れ」「言葉はいらないよ、もう嫌なこと忘れよう。年に一度のカーニバル、今日だけ自由なお化けたち、ハロウィンナイト。今年は10月に私お話し会が2回あるので、1回はもうやってうさぎになったんですけど、次は10月27にもう1回ハロウィンっぽいことをしようと思っています。楽しみ。そんなよね、今週末や。意外と、もうです。なんか、今までハロウィンは服装だけやること、なんかカラコンちょっと珍しい色にするとかはやったけどぐらいやったけ、今回はちょっとなんかちょっと頑張ろうかなと思ってます。顔もハッピーハッピー。僕たち二人だけ、愛はいつだって強い。本当にいい。
ちゃんが誘ってる。さあ手を叩け、腰を振れ、今夜は誰もバカになれ。ハロウィンナイト、さあ踊れ。言葉はいらないよ、もう嫌なこと忘れよう。年に一度のカーニバル、今日だけ自由なお化けたち。ハロウィンナイト、あああの福山でハロウィンイベントみたいに出た時にハロウィンコスプレして、でこの曲を1曲目にやったんですよ。わあもうわあハロウィンやーみたいな感じになって、その後にチャンチャチャン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 って鼻だれが流れた瞬間にもう笑いが起きて、さすがに笑いが起きて、ファンの方からいやこちらもこちらもですよみたいな、気持ちはこちらもですみたいな、私もなんかもう笑っちゃって、なんかギャップがすごいから笑っちゃいましたね。岩尾さんありがとう、星星ありがとう。ゆうすけ3さんありがとう、すけすけすけ。九州のおじさんさんありがとう、チャルメラ九州のおじさんって聞いたらなんかわかんないけど、ラーメンのおじさんっていうイメージになって、チャルメラ。藤山さんありがとう、や藤山のや。リトルフォレストさんありがとう、ちっちゃいリトル、ちっちゃい。ありがとうございます。今日昼ラーメン食べましたよ。一風堂食べました。僕たち二人だけ、家ではハロウィンっぽいことやるの、やらないやらないですね。ちっちゃい頃も別にハロウィンっぽいことしてなかったし、今はもう22歳なのでやらないですねそう、うん、豚骨が一番好き。あでも今日メイクさんがハロウィンのチョコみたいな持ってきてくださってて食べました。美味しかった。なんかかぼちゃの形のチョコでオレンジ色だったよね。ほんまに何味だと思って食べる前まででも食べたらめちゃくちゃ美味しくて、何味だったんだろう実際には何味だったんでしょうか。ワンワンさんありがとう、あトイプードルかわいい。ありがとうございます。まいちさん2冊ありがとう、ツインテールのアバターで2冊なので即席ツイン。まいちさん2冊ありがとう、イエイ。髪伸びたんですよね。おブルーさん3冊ありがとう私はブルーさんが買ってくださるためにいつも青いものを探す。あ青いものある、こちらのおポーチ青い。ブルーさん3冊
ありがとう。ブルー、ありがとうございます。牧野さんありがとう。なんか魔女っぽいほうき持ってる。さっさー、牧野さんありがとうございます。僕たち二人だけ、愛はいつだって強い魅力。 HALLOWEEN、HALLOWEEN、 HA、 マジ髪伸びたよね今日が。さ、ストレート目の外羽っていうのもあるかもやけどさ、髪伸びた気がする。髪切った時と比べると。ゴートクさんありがとう。ガンガン乗りすぎる。ハロウィンのスプレー完璧やね。え、マジで完璧。なんかこういうさ、歌に乗せたらめっちゃいいと思う。だってドラえもんとかもさ、丸書いてちょんみたいなさ、めっちゃ完璧に言えるもんね。あ、歌えるもんね。あ、書けるもんね3度目の正直。くじのだいごさん、何のアバターだ、うさぎ、ありがとう。くじのだいごさんありがとう。これはちょっと歌えるか微妙なんですけど、でもチャートリでやっとったことあるけん歌えるでしょうという感じ。 A メロ B メロが今なんかパッと思い出せんけど歌えると思います。これチャートリでやっとったの嘘みたい。何年前やろ、コウコちゃんとかまだやっとったけ、4年前とか。しずくを背に受けて、一枚の葉が風に揺れる。その手離せば楽なのに、しがみつくのはなぜだろう。何のために生きるのか、何度と言いかけては見ても、空の果てまで暗闇が鉛り込む。夢を見られるなら、このまぶたを閉じよう。悩んでもやがて夜は明けてく。命は美しい、初めて気づいた日から。染めてのその悲しみ消えてゆくんだ。永遠ではないもの、花の儚さに似て、その一瞬一瞬が生きてる意味。命は美しいでした。素敵な曲、もっとちゃんと覚えてもう一回歌いたい。素敵曲。
なんかさ素敵曲って思いながらさあんま歌ったことないこの曲やってみようと思います挑戦カラオケ。この曲パフォーマンスしたことあるかな、めっちゃ曖昧、いやしたことない気がする。夏のツアーでワンちゃん、いややってないか。僕はいない夏の砂浜、君は誰と海を見るの。やったっけこれ。やっとらんねん、ダンスが思い浮かばんわ。気圧が下がるとすぐにわかるんだ、なぜか切ない、いくつの台風が通り過ぎたなら、君への思いは消えるのだろう。僕はいない、君の近くに叫ぶように波が打ち寄せる、熱い太陽は誰に照りつける。歌詞もいつもの場所なのに。これもやってみたい、僕はいない、やってみたい。素敵曲、ちょっとさこの配信さ素敵曲と思いながらうる覚え曲歌っていいですか。めっちゃ素敵と思いつつうる覚えってなりつつみんな許してっていう曲を歌うわ。のんたんさんありがとう。のんのんのんたんさんありがとう。私これ何回かねそうやってね言い訳しながら配信で歌ったことあるよねこの歌。でも最後に歌ったの結構前すぎてマジで覚えてない、これは。あんまり。いきます。アスファルトの熱で街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちは何かかな、好きなのに知り合って、長すぎる。海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手にシースニーカーの話をしている。君のそばで照らしてるだけだ、言葉にできやしない消極対応。恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。好きだけど好きすぎてすぐにはこう
ちょっとさテロップにさ言い訳しようかな。ちょっとなんかさ急に見始めた人とかさ、ましてや曲が好きっていうファンの方もいらっしゃるわけじゃないですか。っていう方からしたらさ、なんか ふざけてるのかと、なんかうん怒られそう、ごめんなさい。挑戦カラオケ、次は何を歌おうかな。さっきなんかパッと思い浮かんだんやけど忘れたな。あれなんか口に色がないな。うん、おっさんさん写真集ありがとう。おっさんさんすごい、 STA って書いてある。アバター、 STU ありがとう。あ、予約せず、あ、予約してるわ。これ卒業するまでに絶対やりたい曲。包帯をしている私の手首は恋した数だけ印がある。昨日言った言葉を今日覚えているとは限らない。気の抜けたコーラは一度別れた男とのキスみたいな味がする。ねえ、喧嘩するなら高架線の下で電車が通った時にしようよ。なんて咲いてペラペラ喋りすぎて自分のことが嫌いになる。こう見えてあの頃はね無口だったんだよ。だがしない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで慣れしない許し方で今でも生きている。後悔なんて無縁でごめん。アポロンさん写真集ありがとう。Tシャツを脱げないドラさん、残した別れた男の未来の傷きますよ。いつか見た夢の続きはもう打ち切りらしいし、ベッドに寝転がった時に見える天井の模様に何か意味があるのかな。そう、土砂降りの雨にずぶ濡れになる機会を待ってるんだ。一人つぶやく世の中面倒だから他人のことは無視しようか。いつだって自分勝手死んだっていいんだ。だらしない別れ方で誰かが呆れてる。思いつきの感情のせいで情けない悔やみ方で生涯負け犬でも愛に舌打ちしてる。これ高いむずい。でもこの曲めっちゃ好き。この曲好きなメンバーさん多いイメージある。仕方で自分を傷つけた。どうでもいいプラ
私の人生。よきよき。リュウさん、ありがとう。上半身を目いっぱい使って表現してみました。なんと今日の石田あれなんですよ。なんと今日の石田は水をまだ飲んでない。カラオケ配信にもかかわらず、もう一曲歌ってから水を取りに行こうと思います。わっ、ショック。この歌を歌おうって思ってたのに、一杯の水を歌って取りに行こうと思ってたのに、一杯の水入ってないんかい一杯の水入ってないんか。そっか、仮病中とかも入ったらんもんね。悔しいです。じゃあこの曲にしよう。なんか水分関係水分系の曲を選びました。雨とか涙とかめちゃくちゃ水分。雨が上がった瞬間が好きなんだ。空の悲しみすべてを絞ったようで、雲の隙間に差してきた淡い光、きっとここから僕の未来は始まる。勇気をもらえる時だから、君を誘って、手すりがまだ濡れてるこの屋上で見せたかった。晴れてゆくプロセス、雨と涙は自分見つめる時間、何にもしなくていいんだよ。ぼやり雫をただ眺めて、耳をそば立てなさい。道や木々の単調な音がやがて少しずつ小さくなって、だから君と一緒に待とう。空気が変わるその境界線。じゃあ皆さん歌っててください。
ってくれてました。傘をいつも手放せずに天気を気にしていた。そんな僕たちは何を見つけたのか。どんな雨でも上がってしまえばさっきより空は青い。悲しいものそのすべてを持ってゆくよ。雨と涙は自分見つめる時間。何にもしなくていいんだよ。ぼんやりしずくをただ眺めて耳をそばだてなさい。道や木々の単調な音が長く。これさ、息継ぎ立ち直るもの。だから君と一緒に待とう。空気が変わるその境界線。谷はじゃん。なんか振り付けで最後の方にチャララララララ、ハニーはーってやって、ハニーはーってやる振り付けがある。みんなで埴輪みたいにこうやってくっつく。とどみちさんありがとう。バナナ、あれやりたい。はない。希望あるわ。まだ間違えとった。あったー、この曲。なんかでやったわこれ。なんじゃろ、チャートリーかな。いちごバナナアーボン、メロン、チェリー、オレンジ、キウイ、ピーチ、アボカド。目と目が合ってキュンときたのよ。恋が始まるって今までとはどこか違うよ。胸がキュンキュンするの。みんなだよ、これ二人ユニットやけ。いちごバナナアーボー、甘い香りがする。メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる。そこに紛れてる私はアボカド。アボカドじゃねえし、アボカドだし。いちごバナナアーボー、メロンチェリーオレンジ。ちょ、今からさユニット曲やろうや渡したい、渡したいというか私と皆さんで。二人ユニット曲やりますよ今から。皆さん準備してください。今いばい手のドラマあらたまち何だったら。私はトモチン推しなのでトモチンパートをします。
でも実際はこっちのパートをやってました。ふーちゃんとこの曲やるときは、いつの間にか僕が一人、今年のいでるかだってる例のシチュエーション始まる。誰かのこと好きになると、いてもたってもいられず、誰かのこと待ってる間、僕が必要なんだ。聞き流して気のない返事して、ちょっと相づち打って、君が幽体離脱しても、カラオケで歌っとった。懐かしい。え、これあるんかな。ある。なんか今日さ、あるんやろ、あるかな、どうかなっていう曲大体ある。マジでいられるなら、こんなに苦しくはなかっただろう。この胸が張り裂けそう。打ち消せない、レストラン出てから、ふーちゃん元気。この前ふーちゃんに会った時も、ふーちほ公演のオファーをしました。毎回してる。地下鉄への道で、さっきより楽しかった、二人でいたいってそう思ったのは、今ならば引き返せる、このまま何事もなかったように、別々の道を行こう。溢れ出す感情が運命を導くよ。僕たちはここから先に進むだろう。
夏い。え、あの曲あるかな。ないんかい。ないんかい。これは？え、ないんこれ。ちょっとこれ諦められんけ。AKB さんのとこから探そう。わ、和行。あ、ないわ。なーい。おっしょい。やりたかった。うわ、これ全然歌えんじゃろうけど、これ歌いたいな。いやでもこれさすがにわからんすぎるけどやめよう。え、これも全然わからんじゃろうけど歌いたい。ちょ、これ歌ってみよう。この曲はサビを歌ってみようと思います。この曲はドラさんが前座でやっとったやつですね。何か知りたい。さっき悩んで入れんかったのはロマンス拳銃ですね。この曲はドラさんが初期に前座でソロでねやってくれよって、めっちゃ緊張しとった印象ある。そりゃ緊張するよね。ソロでさ入ってすぐにさ、好きなんです心の中にロマンスをしまったままで、あなたに会うと苦しくて泣きたくなる。かくれんぼ。ちょっとこのサビが歌いたくて入れてしまいました。サビは完璧だったね、謎に。マータカさん、写真集ありがとう。着物着てる。チャキ。ありがとうございます。何歌おうかな。何歌おうかな。あ、久々にあれ歌いたい。さしすせそはひへ。あった。君を愛す資格がない僕なんか、そこに咲いてた花気づかないまま、またいであれが綺麗だったと後になって思った。無視してたわけじゃなく生きる忙しくて、振り返った時に君の存在を知った。見た目ではない、その性格どんどん惹かれて、やっと理想の彼女と分かった。僕なんか今更君のそばにじゃダメだ。「
募らせた思いをどんな言葉で伝えればいい、僕なんか今まま遠くで盗み見ながら情けない自分に諦めろとつぶやくだけ、初めから間違ってた愛しさの方向を。この歌好きで歌えるようになりたいと思って結構聴いとったけど、ちょっとうろ覚えになってしまった。いい曲ですよね。NRR00223 写真集ありがとう。今日チョコ、チョコの猫みたいなアバター、美味しそう、甘々。あ、推しの子や、推しの子ポーズや。なんか僕には手の届かないマドンナ、分かってはいるのにこの動機が止まらない、この恋よガキブになるのは僕がいけない、自信がなくて できるなら一瞬僕に振り向いてくれたら、この愛が確かに真実だって説明し、パニック、口も脳も頭も募らせた思いをどんな言葉で伝えればいい、僕なんかこのまま遠くで盗み見ながら、情けない自分に諦めろとつぶやくだけ、初めから間違ってた思い出の仕方、僕なんか僕なんかもう二度と言いたくない。素敵、よしとさん写真集ありがとう。これなんだ、あ、弓を持ってるピンクの人のアバター、ピンクの髪、ピンクピンクにしよう。甘っ、久々にこれ使ったわ。これ甘いんですよね、変えたら甘い甘い飴を舐めとる気分になる。あれ、さっき次この曲歌おうって思った曲があったんですけど忘れたな。あ、思い出した、こちら STU48 のファーストアルバムのリード曲発売しました何月に発売したっけ、最近記憶が乏しくて。6月に発売しました。風に吹かれながら、ひなひな舞い降りてきたリーフ、自分
グラムかを分かっているのだろうか。日差しの眩しさも見かけの切なさも知るに、もし地球に引力なんて存在しなかったら、僕が見ていたのは僕の理想像という君でいてほしい。勝手に描いてた胸に抱くこともせずに、愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心が痺れるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。なんか久々に歌った気がする、この曲。この曲最近全然してないな。殴らぬ顔、何にしようかな。あ、これやりたいって思ったんや、コメント見つって。これ多分私1回しかしてないんかな、この48人生で。意外と思ってやってそうなのに、意外と1回しかやってない。多分1回か2回しかやってないな。これあのスタンドマイク的なやつでやった。あー、ここが当たり確か。色の頭頂を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地。声をかけられないまま下を向いたら、紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から。こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘差してるのに頬が、これさ、どこで呼吸するの。できない、でもでもの涙。一人きりで歩き出した切なさが残る道。心の中迷い込んだ誰も知らない愛しさ。雨が好きなこの紫陽花は晴れた日には目を閉じて遠い雨雲思ってるのでしょうか。どんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままにさせて。あなたと出会えた記憶の足跡忘れないわ。どんなに悲しくてもどんなにダメでもいつの日か思い出すでしょ。
しょ。私の思いが叶わなくたって輝き続ける。でもでもの恋よ。あ、酸欠ですわ。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から。こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘差してるのに頬が濡れるのはどうにもできない。わあ、どんなんだっけ、ダンス。悔しいの顔。最後だけ覚えてた。これさ、ふーちゃんと、そう、さっきコメントであって森の宮、そう、あのチャリティーコンサートツアーの大阪でやったんですよ。でこれマジで覚えとって、手もでもの涙やった時、私とふーちゃんがなんか笑顔でやっとったらしいよね。もう今さもう全然覚えとらんけん会えないんやけどさ、その時の披露、自分のパフォーマンスどういう感じでやっとったか。でも笑顔でやっとったんよ、ふーちふが。そしたらファンの方からお叱りをいただいて、ツイッターで笑顔でやるのは論外だみたいな、この曲はこういうあれでこうだから笑顔でやるのは絶対違うみたいな意見をいただいて、なんかその時さマジでペーペーすぎて、このなんかどの曲がどうとかどういう表現とかそんなにまだあれだったよね、あのが緊張だったんよ。今となっては手もでもの涙を笑顔でやるのは違うなって思うんですけど、だし手もでもの涙はすごいなんか思い入れのある方がきっとたくさんいるだろうなと思うから、そうすごいね納得なんですけど、だし言ってもらってありがたいなって感じなんですけど、そうそう言ってもらって、だから次いつかやるときは超真顔でやるぜって思いつつ機会がなくて、そうなかなか成長を見せれてない。あえてまた笑顔でやろう。反抗期すぎるやろ。反発的すぎる。黒い天使、え、そうさっき黒い天使歌いたいと思って入れ、あの調べたんよ。そしたらなかったよね。でもさ、ショールームのカラオケのなんかいいなと思うところはこういうさっきからさ曖昧な曲とか歌ったりなんかいろいろしとるけど、ショールームは割となんか挑戦というか普段ライブとかねできんことをできるっていう印象やけ、割と何も考えずやってますね。りょう4533、うん、りょぐりょぐりょぐ4533、ありがとう。ぐち読み方合ってるから、りょぐありがとう。なっかんさん、ありがとう。なにこの顔文字かわいい、鼻がでかい、ありがとう。なりゆきさん、ありがとう。ハートを持ったお団子の
再現度の低い再現。何もできない、でもでもの涙。わ、これあるかな。わ、ある。え、危な。今背中から抱きしめてを歌いたくて、で背中からって歌は出てきたよ、背中から抱きしめてが。でわあるやんって思ったら全然違う誰かの歌だった誰せん、ないんかな。諦められんけ、ちょっと AKB の欄から探そう。わ、ちょっと待って、その前にこれを見つけてしまった。これなんか好きなんですよね。なんかダンスと曲調となんか好きな曲。どんなんだっけ。学校じゃ気づいていなかった、街で会ってハートしてしまった、男性だって今さら思い出した、イケてるんじゃない、声かけようか迷ってここの正解だから運命とは奥の手、話を聞かせて、誰かに見られて噂されても私は平気、ティチャティチャなぜひげ越しで、ティチャティチャなぜ微笑むのかしら、ティチャティチャなぜ私とは、ティチャティチャなぜこんな距離僕の、ティチャティチャなぜ教え子は、ティチャティチャなぜ恋愛対象外、ティチャティチャなぜプライベートは、ティチャティチャなぜよそ優しい、いつもと違う今日も全然バーイちょっと、そう、これなんか好きなんですよね満点フルルさん、ありがとう。写真集フルル、ありがとう。これさ、ユミリンのさ卒コンでさ、私はサステナブルとジュアルデイズをやるチームだったよね。まあサステナブルオリメンやし、そりゃそうかって感じなんやけど、ティーチャーティーチャーとノーエウマンをやるチームがあって、やりたーいってなった。めっちゃいいやんと思って。ノエマはちょっとやったことないけし、めっちゃダンス曲やけカロリー高そうやけど、でもティーチャーティーチャーやりたいんですよね。でもなかなか機会なさそう。もこれもめっちゃ歌えるか微妙やけど、え、これないん、これはあるやろ。え、これないん、待って、これ諦められんけ AKB のとこから探そうそれ毎回言っとる。なーさーはーひーほーまみむめも赤さたのはーまー、あれ飛ばした。まほーひーと立ちつてとなあ、あ、来た来た来た、あ、あ、あった、あ、これがひらがななんや。
これはめっちゃ曖昧ですけど、 STU にとっては割となんか共通というか、なんか STU 的には特別って感じな曲ですね。これやばい、初めて歌うわこれ多分。夢が一つ叶うならば、きっと世界の誰もが幸せになる。涙なんか流すものはいない。悲しみの種は全て消えるだろう。一度きりの魔法なんて、あれもこれも役が出て、今すぐに決められないよ。迷ってるうちに黄昏。すごい、やっぱ多分願い型の持ち腐れ以降のシングルで STU が握手会に参加しとった曲はなんだかんだ歌えるかも。この曲はなんかちゃんとなんていうの、自分で流して聴くとかはあんましたことなくって、でパフォーマンスもしたことないんですけど、でも握手会場でもうえいーえんと流れとったけ染みついてる脳にでもすごいね、7年半前ぐらいとかなのに、ね、会場でずっと流れてるけんさ、そっからのカップリング曲ね、カップリングとかもすごい覚えるし、それで好きになる曲とか多いですね。え、7年半前よね。だって、まあ、結成が STU の7年半やんけ。このいっぱい聴いとったので言うと7年前、もう今でも言いたい今でも私はこの不満じゃないけど言いたいのは、STU が誕生して合格して、でも顔写真とか出る前に握手会の券が売られ始めたんよね。なのに4部あったんよ、みんなみんな4部制だったの。今考えたらさ、ありえんやん。そう、顔が出る前に先に握手券を販売したのね。でしかも4部あるのが1部やって休憩やって1部やって休憩あって1部やって休憩やって1部あって休憩みたいな感じだったの。でも結局朝からバーンじゃし、もうさ、そんな顔も出てないのにさ、もうみんなすごい時間を持て余しちゃうのね。なんかレーンの時間がちょっとそう暇だーみたいなでも STU の一期生はそれをみんな体験したけ、その時期があったけ握手とかの来てくださる方へのありがたさをより知ったし、なんかそう、そのなんていうの時があって本当によかったなと今となっては思うけど、その時は純粋になぜなぜだっていう、そう気持ちがそうあったんですけど、でも楽しかったですけどね。そう、
あのね、あれがあの日々があったっけ。マジで私はなんていうの、今の私がいると言っても過言ではないって思います。私はなんか基本相部屋順だったよね、レーンが。で隣がたまに奈々さんだったんですよ。石田千穂でさ、一番 ST の中で最初だったけんさ、他のグループさんが来ることが結構多くて、でたまに奈々さんで、なんか奈々さんにはなんか申し訳ないんですけど、奈々さんのファンの方をいっぱい釣ってたのね。釣るというかなんかいっぱいわーみたいな。そうじゃけ、今でもその時がきっかけで今でも来てくれてる人はたくさん思い浮かぶ感謝です、ずっと応援してくれて。ななさんレーンやばかったですよ。一生途切れることのない人々って感じだった人がずっと連なっているって感じ。人がずっと、時間が経っているはずなのに人はずっといっぱいだみたいなすごすぎる。今何時？私明日早起きなんです、意外とわお。じゃあ最後になんか一曲歌って終わろうと思います。最後はこれ。こぎながら坂を登る、風に膨らんでるシャツも今はもどかしい。やっと気づいた本当の気持ち、正直しようと思います。20位アポロンさん、19位ルディエカさん、18位キョンシーさん、17位おじゃまるさん、16位シロウケンさん、目が乾燥するな、15位ヌルディンさん、14位ブルーさん、13位ミックさん、12位ケイセピンさん、11位タカヒロくんさん、10位おいでます元気さん、9位ユリアピースさん、8位西尾さん、
7位世界の片隅のマットさん、ラッキーセブン、6位テリーピーさん、5位グリオティーヌさん、4位ナオさん、3位20世紀ともちゃんさん、スイスイ、2位りょうへいさん、ツツ、そしてそして第1位はピロキュン、ヨウイチさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。写真集ゲットしてくださった皆さんもありがとうございました。今日から特典変わってるので今週よろしくお願いします。皆さん早くお風呂に入ってくださいね。私はもう湯船を沸かしちゃってるのでちょっと冷えたかも。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、君に会いたかった。ちょうど配信始める5分前からにお湯が炊けた、お湯ができたんですよ。じゃけ10時までの配信にするつもりだったんですね。30分やって明日も朝早いしお風呂使って寝ようって思ってたんですけど、気がついたら今何時？今日はいっぱい配信しましたね。皆さん写真集買ってくれましたか？イエーイ。地方コン来てくれますか？イエーイ。ヤングチャンピオンさん読んでくれましたか？イエーイ。アンケート出しましたか？イエーイ。チェキがもらえますよ。もらえるよね、ちょっと曖昧。でもクリアファイルの特典付録がついてきます。イエーイ。写真集の予約イベントの発売イベントの予約してくれましたか？イエーイ。STU ショールーム、ショータイムみたいなやつ出ます。来てくれますか？イエーイ。あ、えげつないんですよ私の日程。私の11月頭らへんの日程をご紹介します。まず2日写真集イベント in 広島、3日写真集イベント in 東京、4日STU ショータイムみたいなやつのライブ2公演、5日福フェス、6日またショールーム STU ショータイムみたいなやつ、8日地方コンのリハ、9、10地方コンと、もりもりもりだくさんとなっております。ショーケースや。ショーケースや、ショーケースや。あ、花だれ、え、あ、8花だれ、あ、待って、8花だれかも。え、花だれいつ？あ、7だ、7。あ、7か、びっくりした。私の予定に入っとらんかった、マネージャーさんが入れてくれるやつに。あ、ほんまや、7が抜けとるわ。あ、じゃあ7花だれですね。ねっ。うえ、森田くさんや。
皆さん全部おすすめだし全部来てほしいんですけど、やっぱり一番おすすめは地方コンですかね。やっぱり一番おすすめは地方コンですかね。地方コンの新しいセトリ、あの9、10のセトリが決まりました。あとグッズもいろいろお楽しみに。あとショーケースもおすすめです。もう全部おすすめなんですけどね、本当に全部おすすめなんですけど、あと写真集イベントおすすめですね。そう、あと服フェスもねソロで出させてもらうのでおすすめですね。もう花だれももちろんもう数少ない花だれだと思うので、もう全部や全部やね。じゃあバイバイ。あ、スクショタイムしよう。でも一押しはやっぱちほこん。スクショタイム。カラオケポーズ。明日意外と長いんですよね、一日。ガッツだぜ。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、またね。明日配信すると思います。